こちらはどんな団体さんなんですか？大三島で、野犬の保護活動をしてます。大三島野犬が多いんですか？はい、多いです、はい。なぜでしょうね。まあ、その狩猟、イノシシの狩猟犬が、まあ、逃げたりだとか、まあ、島やからいうことで、まあ、遺棄された動物とかが繁殖して、うん、っていう状況です、はい。こちらじゃあどういった活動で助けられてる？僕らは主に子犬が生まれたら引き取ってきて病院行って、まあ、お世話をして譲渡につなぐっていう活動をしてます。年間どれくらいいるんですか？うちで保護したので、2年間で130頭ほど、うん、保護して100頭以上は譲渡してきてます、はい。すごいですね、うん、多いですね、はい。大変でしょう、うん、まあ楽ではないですけど。楽ではないですね、はい。で今日来てるのはほんの一部ですね。そうです、はい。最近保護した子もいるんですけど、ちょっとまだ慣れてないし、うん、ちょっと噛みつきのあったりで。じゃあ、うん、シェルターみたいな感じで。そうですね、保護施設が、はい、うん。どうやってこういう活動をされると思ったんですか？僕らよそからの移住者なんですけど、あ、そうなんですね。まあ、大三島に移住して3年ほど、でまあ、実際行ってみたら、まあ、野犬がすごい数いるという、まあ、現実をこう目の当たりにして、うん、まあ一頭でもね命救えたらいいなということで、はい、うん。いやー、これはびっくり、はい。何かあの皆さんに言いたいこととかあります？まあそうですね、とにかくまあ繁殖を止めたいっていうのが第一にあって、まあ、もちろん動物捨てたりとかは絶対ダメですし、あのかわいそうだからいうことで、あの餌をやったりっていうのを、ね、続けていくと、まあ、栄養をつけてまた繁殖してっていう、まあ、悪い循環が止められないんで、まあ、それはやめてもらいたいなっていうことです、はい。こういったイベントにちょくちょく参加されたりとか？いや、初めてです。あ、そうですか、はい。じゃあ譲渡100匹とかっていうのはどうやって、ホームページだったりとか、まあ、そういう SNS で、発信してっていう形です、はい。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。4月14日、松山市の堀の内公園ふれあい広場で行われた第2回保護犬保護猫大譲渡会。どんな人、どんなワンちゃん、猫ちゃんに会えるかな？寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン。やってきたのは松山城のふもと堀の内公園。今年で2回目となる保護犬保護猫大譲渡会。新しい家族との出会いを待つたくさんのブースが並んでいます。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。パスタ食べてます。休憩、はい、
やめて、大事やめてやめて、いい天気になりましたね。あ、そうなんですよ、本当天気なのが一番いいですね。もう雨だとね大変なんで、下ぐちぐちになって。去年も参加されて今年も、そうですね、はい、また気合が入ってますね。そうですね、ちょっとパワーアップしてサークルも買い足しました。あ、そうなんですね、はい。今日出だしはどうですか？そうですね、いいです。たくさんの方に、はい、足止めてもらって、はい、これでも今からです、はい。期待することを教えてください。そうですね、一頭でも多くの方、多くの子に、お申し込みがあること、いいご縁があることを願ってます。はい、イベントを主催されてる方に何かありますか？はい、そうですね、こんな大きなイベントを開催していただいてありがとうございます。で、ぜひ来年も今後この先もずっと継続して開催していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、どうぞパスタ食べてください。ありがとう、すいません、ありがとうございます。見て、めっちゃ見つめてくるんだけど、かわいい。触る？あ、触らない。トライアルですか？トライアルです。よかったね、はい。あら、かわいらしい。かわいいです。どちらにトライアル行くのかな？こちらの。あ、どちらに行かれるんですか？連れ、はいはいはい、買うの。松山市内で。松山市内で、この子をトライアルしようかなと思ったのは、どうして？チャームポイントという、決め手という、おとなしい感じが、しい感じが良かった、はい、かったです、ね。はい、これから1週間ですか、トライアル？一応2週間で、2週間で、はい、週間、うん。どういったところを見ればいいですか、2週間？そうですね、家の状況とその家に対するこの子の反応、はい、うん、とか、まあ、人というの相性、はい、うん、が一番大事かなと思います。はい、芝居って難しいって聞きますけど。芝居は難しいです。この高校のおとなしくて気性のいい子はなかなか少ないです。少ないですって。ありがとうございます。すぐ決まったね。すぐ決まっちゃった。うちに置いときたかったのに。よかったね。よかったね。ワンちゃん飼うの初めて、はい、初めてですか、ね。何かアドバイスをいただければ。あ、でも、 もう愛情です。愛情、一番大事なのは愛情です。愛情はどういうところに、ね、出していけばいいんですか？人間の生活と犬の生活はやっぱり家族と言うても違うんです。やっぱり犬は犬の特性をちゃんと見極めて、うん、でこの子に合った飼い方を人間とどういうのかな、譲り合いで共存していくっていうのが大事なんで、うん、お金かければええっていうもんじゃなくて、お金じゃなく愛情をいっぱい、はい、かけていただいたらと思います。愛情ですって。愛情はたっぷりありますか？はい、大丈夫そうですか？ね、よかったね。よかったね。はい、よかったね。おめでとう。お願いします。笑いが止まりません。もう可愛くて可愛くて早く抱っこしたい。可愛いよ。可愛いですよね。え、雑種ですよね。野犬の子。野犬の子やね。うちにいるのも野犬の子なんですよ。私はもう必ず保護犬しか飼わないんです。あ、本当？嬉しいわ。1匹でもね、うん、ミルクの時からミルクで育ててるの。あ、うん、保健所に5、6匹で入ってきた子。そうなの、うん、愛情たっぷりに育ててるからねえ、おとなしいですよね、うん、で人間の不信もないしね。結構この子も大きくなりそうです。なりそうですな。15はいきますな。今うちが14かな。どうしてそんなに募金とか購入とかしてくださるんですか？もう猫ちゃん大好きで、こういう活動されてる方がすごいなと思って、うん、そうなんですね。もう本当感激してます。よかったです。ありがとうございます。こちらこそ。
猫も犬も大丈夫です。犬も大丈夫です。今日猫ちゃん探しですか。今日ですか。そうですね。猫ワンっていうテレビの CATV の取材やってます、うん、そういうこと。今猫ちゃん飼われてるんですね。はい、飼ってます。そうな、どんな猫ちゃんですか。種類もマンチカン。マッチャン。マンチカン。マンチカン、男の子、女の子。男の子。男の子か、はい、で、相方探しですか。そんな感じです、うん、どんな子がいいですか。いやどんな子を言うてもなんかもう分からんけもう本当みんなで、はい、なんていうか気に入った子みたいな。別にこの柄にこうね、これがあるこだわりがあるとかそんなもないんで、そう。猫好きさん。猫も、もともと僕は犬も飼いよったから、犬もどちらも。そうそうそう。今日は猫の相方探し。そうですね、それがもう本当メイン。今日イベント来られてみてどうですか。あ、もう初めて来たんですけど、なんかもうすごい、なんかなんていうかな、もう広いし、思ってたよりかも。そう、で、他の猫ちゃん、ワンちゃんとかもおるんで、なんかすごい楽しい。多分1時間持たんかなとかと思ったんですけど、もう1時間以上おるんで。そうなんですね。そう、いや、可愛いなと思ってね。そう。すいません、お邪魔しました。触ってあげてください。ありがとうございます。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと、首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫は可愛いです、可愛いです、可愛いです。いるに足りない。こういったイベントを開催しようと思われた意図というか、お気持ちは。犬猫の殺処分をできるだけ減らしていこうという目的で開催しております。お客さんの様子とか雰囲気とか見られていかがですか。あ、そうですね、皆さんすごく喜んでいただいて、まあ、特にワンワン大サーカスとかシャボン玉のパフォーマンスとか喜んでいると思います。今後も続けてほしいという意見を私も聞いたんですよ。はい、いかがですか。できるだけ続けていきたいと思います。フランス語でシャっていうかな、猫。シャウローって猫っていう意味なんですか。そうなんですよ。知らんかった。で、このなんて読むのかわからないですけど、ウルウルっていうかな、これが幸せな、幸せっていう意味なので、はい、幸せな猫という。いや、素敵。はじめましてです。はじめまして、嬉しい。どちらで活動されてるんですか。西予市です。西予市で、はい、どんな感じの活動を。そうですね、最初は地元の野良猫ちゃんを保護して里親さんにつなげたりとかをしてたんですけど、個人の活動からちょっと団体っていうのを立ち上げて、松山の仲間とかっていう一緒に多頭崩壊のところに入ってレスキューしたりとかっていうことをしてますね。あとは地道に TNR した子たちのお世話とか、病気になったら保護して面倒見るとかっていうことをしてます。西予市もそういったことは多いんですか。西予市は野良猫がすごく多くてですね、野良猫、西予市だけじゃないんですけど、愛媛県全体なんですけど、うちの地元で行くと特に何て言うんですかね、飼い猫ちゃんでも外飼いしてる方が多くて、しかも不妊手術してないとか。そうです、そうです。でもかわいそうで餌やりさんでお年寄りで、手術もワクチンもわからないような方が多いので、だからエイズとかが多いんですよ。喧嘩しちゃってるんで
そういう子たちがいっぱいいます。今日は大譲渡会、昨年度より、はい、あの松山北条動物クリニックもご招待していただきまして、ブースを設けさせていただいております。どんなブースですか？今日は、4月からクリニック専用のオンラインショップを立ち上げました。さくらショップといいます、はい、動物病院専用 の、 あの稲葉さんのチュールを販売させていただいてます。いいんですか？はい。そして今日なら1箱50本入り5000円が4000円です。マジですか？安い。安いです。安い、はい、うわこれラッキーですね。今日限定ですからね、はい、今日どうですか？何かあの飼い主さんとおしゃべりしたりとか気づいたこととかありますか？そうですね、飼い主さんもやっぱりこうちょっと自分ちのこのなんかお困りごとって小さなお困りごとかもしれないんですけども、やっぱそのご相談にやっぱり来られることも多くて、でそれはまあクリニックとしてあの返答することもありますし、あとはやっぱこういうおやつ関係何あげたらいいんだろうとか、そういったところもありますよね。であとはワンちゃんと訪れるカフェっていうのも私たちが運営してますので、そこもすごい喜んでくださってます。はい、であとドッグサロンなし倉が春に4月9日にオープンしましたので、そのご案内も含めて、なし倉の店長林さん、はい、よろしくお願いします。 PR にまして PR にお送りさせていただきました。一言どうぞ。あの4月9日にオープンほやほやなので、よろしかったら皆さんあの横に駅の駅っていうカフェも併設、ワンちゃんとしてお待ちいただけますので、よかったらぜひぜひお越しください。こんにちは、CATV の猫ワンで、あ、こんにちは、この間お世話になりました。お世話になりました。4人ほど見たよ。本当ですか？よかったです。え？ぜひ、はい、このダンボールに入れられて遺棄された子をアップしてあげてください。大丈夫ですか？お預かりしてから1週間ですね。まだ弱々しいですね。10日ちょっとぐらいかな、生後。やっとこの子たちミルクを3時間置きってやつでしょ？そうです、頑張ってやってます。助手席に積んでやってます。つきっきりで、つきっきりで24時間一緒ですね。え、何匹？6匹。6匹、じゃあ1匹のお母さんから生まれた、はい、そうです、そうです。こういうこの里親さんになっていただけたら。そうですよね、はい、ちょっとお待ちいただくような形にはなるんですけど、ね、そうそうそう、ちゃんと社会性つけてからじゃないと。そうですね、まだ自分でご飯も食べれないですし、トイレもできないので、はい。この子たちちょっと弱々しいですけど、みんないけそうですか？大丈夫です。大丈夫ですか？必ず育てます。心強い、はい、もうあの今ちょっとね、さっき排泄さして、あのちょっと落ち着いてるんで弱々しく見えるだけで、あのミルクはすごくあのよく飲む子たちなんで、はい。今ね、もう松山市も新しい動物施設ができましたけども、はい、どうもうすでに収容がかなり、はい、増えてきてる状態なので、まあ、自分らもできる範囲ではハピマルさん の、 あの預かりミルボラやらせてもらうようには考えてるんですけど、やっぱりこういうふうに外部で箱に入れられて捨てられるとか、そういう子が出てきてますから、うん、あのこういう子を最優先で、はいはい、何かこう松山市とも連携されて、うん、1匹でも多くの猫ちゃんをね、ワンちゃんを命つなげたいという活動されてますが、はい、何かみんなに言いたいこと、あるいは市に言いたいこととかあったらアピールどうぞ。はい、あのぜひあのミルボラさんの登録を松山市であの集めていただいて、24時間体制取れる形で地の実の受け入れあのお願いしたいっていうのと、あのやっぱり今現状夕方5時から閉館して朝まであの誰もいない状況で地の実が放置されるっていう、地の実おちゃんが、はい、形なんですね。だからその辺の改善、
あとはその松山市とボランティアが連携した状態でボランティア任せじゃなくて上等を進めていくっていう形と、やっぱりハピマルさんのああいう空いた施設ができたので、ぜひハピマルさんの中の施設も活用して手術室を活用していただく。で、市の方でやっぱりこう手術を進めていっていただくようなシステムを作っていただいた方が相性はすごく助かります。はい、この頃はもう多分子猫を取り上げたお母さん、この時期にもう一回は子供を産みますので、子供を取り上げただけでは何も解決にならないんですね。だからやっぱりその避妊去勢手術をセットでやっぱりハピマルさんに収容さすと言っても、お母さんのことまで責任持ってやっていただけたらっていうのが一番願うとこですね。はい、こういう血のみ後の時に赤ちゃんを捨てても何の意味もないんですよね。ないです。お母さんがこう子宮が出来上がっとる状態で子猫を取り上げるとすぐ次の子お腹に身ごもりますので、子猫が増えるだけで負の連鎖が続くだけなんですね。いいことはないです。これはやばいと思ってますます繁殖に精を出すって聞いたことあります。そうですね、はい、そうなんで、やっぱりお母さんも犠牲になりますし子猫も犠牲になりますし、何も解決方法の一つとはならないので、子猫を収容するとか捨てるとかっていうことは、そこをやっぱり餌をやられてる方とか内外飼いされてる方、やっぱり避妊去勢手術の重要性をもっと考えていただかないと松山市の野良猫事情っていうのは何も改善に至らないと思うんです。やっぱりボランティアさんが尽力されとってもそのボランティアさんも限界ありますし、松山全部を回れるわけではないので、そこはねちょっと皆さん松山市住人で協力して考えていかないといけない問題やと思うんですね。はい、ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。
30匹ワンちゃんいるんですけど、あの3分の1のワンちゃんがあの保護犬のワンちゃんなんで、そういったワンちゃんたちがいろんな可能性を持ってるんだよってことを、あの一人でも多くの方に知ってもらいたいなと思って、あの僕らもパフォーマンスしてるので、今日見に来てくれた人がぜひ保護犬のワンちゃんを少しでもこう興味持ってもらえればいいなと思ってます。あの移動も大変じゃないですか、静岡からですよ。はい、そうですね、もうあの2時間半ぐらい、2時間から2時間半で1回サービスエリアで休憩しながら、はい、そうなんですね。演技中もおっしゃってましたが、もうずっとワンちゃんと一緒に生活しているって聞きました。そうですね、うん、あの家族より一緒にいる時間長いんで、はいはい、あの僕あの実は娘がいるんですけど、はい、娘にあのお父さんまた来てねとかって言われちゃうぐらいワンちゃんと一緒にいます。それはやっぱり普段からの信頼関係が大事ってことですか。そうですね、もちろんやっぱりワンちゃん、まあ、保護犬のワンちゃんが多いんで、こう人とのつながりが大事だよってことです。まずワンちゃんに覚えてもらわなきゃいけないので。はい、そうなんですね。ご来場の皆さんに何かメッセージがあれば、あとテレビご覧の皆さんにも。そうですね、ぜひ一人でも多くの方にこうワンちゃんと生活するっていうことがものすごくこう楽しいことだよっていうことを今回のイベントで知ってもらって、皆さんにあの楽しいドッグライフを過ごしていただきたいなと思ってます。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか。建築家にだってなれるかも。夢を広げるテローグループ。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。猫ワンを応援しています。猫ワン。ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスターなど心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。